はい、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回で45回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っています。今回はお薬と食事の関係知ってますかっていうところでですね、そういったテーマで沖縄共同病院の薬剤師金城さんにお話を伺いたいと思います。金城さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず部署とかお名前お願いできますか。自己紹介。はい、沖縄共同病院薬局の金城拓也と言います。はい、はい、薬剤師です、ね、薬剤師です、はいはい、よろしくお願いします。はい、金城さんの、出身はどちらですかね。あ、出身は糸満市で、糸満、はい、ただ大学の時に、薬学が、はいはい、薬学科が、沖縄にないので。あ、なかった。はい、そうです。なので6年間薬学部行かないといけないんですけど、広島の方で。あ、広島に、はい、広島の呉市というところに大学があるので、そちらに6年間過ごしてました。はいはい、大学の6年間は広島で。はい、はいはい、そうです。なるほど。そうか、あの時今はあるんでしたっけ、薬剤関係。まだないですね。でしたっけ、沖縄。はい、あ、そっか。じゃあ県外に行かないと薬剤師の資格は取れない。そうですね、必ず県外に行かないといけないです。はい、県内にはないんだろうね。はい、はいはい、ありがとうございます。金城さん、休みとかね、はい、その時にどんな風に過ごしてるのかなっていう、趣味とか特技とかなんかあれば。そうですね、お休みの日は、もう今なかなか外出出れないからね。そうですね、なので家でダラダラしたり、あとはちょっと甘いものが好きなので。スイーツが好き。はい、甘いものスイーツ男子。はい。そうなんです。なるほど。なので甘いものを食べに行ったりしてます。何が美味しい今。そうですね、今さらになるのか分かんないですけど、タピオカとかにハマってたり。ちょっとずれてるか。そうです、そうなんです。タピオカハマってたり、最近はわらび餅屋さんができてて、新しいお店があって、そういうわらび餅食べたり。なるほど。はい、和から4まで。はい、そうなんですよ。いろいろ食べるんで。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、あとね、今ねスイーツが好きって言ってたんですけど、他にもなんか好きな食べ物とか。好きな食べ物、そうですね、あとは食べ物だと、そうですね、カレーライス。あ、カレーライス、はい、カレー好きな人多いね結構ね。はい、カレー大好きです。カレー好きよね、はい、美味しいよね。なんか急に無性に食べたくなることもあって。これが食べたい、カレーが食べたい。はい、なんか他の食べたいって考えてたのに、あ、やっぱカレー食べたいってなって。あるよね、そういう時にラーメンが無性に食べたくなったりとか。あ、そうですね、あるよね、はい、なんか知らんけどね、はい、ラーメンもそうですね、あります。食べないとなんか収まらない。はい、はい、カレーの日があるんだね。はい、はい、はい、ありがとうございます。なんかあれ、アーティストとか、はい、そういった曲とかそんなのも聞いたりする。あ、そうですね、アーティストはマン・ウィザー・ミッションというオオカミのなんか見たことあるような気がするな。仮面というか、なんか CM でやってない、はい、違うか。あ、 CM とかも出たりする。そうですね、一回だけ見たことある気がします。あるようなないような、はい、そうですね、はい、と、あとは今話題の BTS。 あ、 BTS、はい、よく聞いてますね。はい、なるほど、はい、いいですね。はい、ノリノリで、はい、はい、ありがとうございます。はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。今日はですね、薬剤師の金城さんにお話を聞きたいと思うので、まず薬剤師の、ね、仕事の中身内容とか教えてもらえますか。あ、はい、薬剤師を、あ、薬剤師は何をしているかが皆さん疑問に思っている方が多いかなと思います。で、皆様がイメージしている薬剤師は病院やクリニックでお医者さんより処方されたお薬を調剤して患者様にお渡しするというのが大体イメージを。薬をね渡すっていう、この処方された薬を渡す、はい、まあ、確かにそういうイメージ。そうですね、あるよね、そういうイメージかなと思います。でもその中で細かい仕事内容を言うとですね、お薬の用量が適切か、また
患者さんの現在のお体の働きに合わせたお薬の用量か、で処方されたお薬をお薬の飲み方のタイミングが適切か、あとお薬同士の飲み合わせは大丈夫か、でさらにお薬と患者様の食生活に影響はないかなど、患者様がお待ちいただいている中、さまざまな情報を確認した上でお薬をお渡ししてます。ただ渡してるだけではなくて、 そうですね、そういったいろんなのを確認しながら、はい、短時間ですごい確認、さささっと、はい、これを短時間で、そうですね、俊敏にやらないといけない、はい、そうですね、なるほど、少し時間かけられてる中、すごい考えて考えてお渡ししてます。なるほど、はい、ただ渡すだけではないんですね。そうですね。ちゃんとどうやってこの人に合ってるかっていうのを考えながら、はい、そうです、うん、なるほど、はい、でその中でも今回テーマになってるお薬と患者さんの食生活、すごい影響が問題となってて、なので今回少しでもいいので、このお薬と食事の関係についてお勉強できたらいいかなと思ってます。で島袋さんなんですけど、日頃お薬を飲むときに食事のことを気にしたりしますか？あんまり気にしない、まあ、大体ね、ご飯食べた後に、はい、まあ、食後のっていう処方されてたらご飯食べた後に飲んだりっていう感じかな。そうですね、もうそういうイメージがあるかと思うんですけど、たまに時間経ったりとかね。そうですね。ありますね。食後30分とかあるけど、はい、忘れてたなってて1時間後2時間後飲んだりとか。ああ、そうですね。飲まないよりはいいかっていう、はい、でも気づいた時に飲むのはすごいいいことなので、はい、飲み忘れ、飲み忘れてもう飲まないっていう、飲まないよりは飲んだ方がいい、はいはい、飲んでいただければ、まあ、いいことですね。たまにあるよ、はい、忘れてから、はい、そうですよね、はい、あ、そうか、あと、はい、ね、まあ、薬のね、まあ、自分はそういった飲み方してるんですけど、はい、まあ、そういった薬の飲み方の注意みたいなのも、はい、あります、うん、そうですね、いろいろ注意事項がありまして、うんうん、薬を飲む際に、はいはい、こう今、あ、そうですね、今この情勢の中、うんうん、使用頻度が増えている、はいはいはい、有名なイブプロフェンっていうお薬、うんうん、はいはい、熱冷まし、はい、のお薬がありますけど、こちらはなるべく空腹時は避けてくださいと、うんうん、空腹時は飲まない方がいい、はいはい、うん、記載されてて、理由としては胃の粘膜のバリア機能、はいはい、うんうん、を弱くしてしまったり、直接胃を傷つけてしまうので、うんうん、なので急に痛みが出たので、はいはい、急に熱が出たり、うんうんうん、痛みが出たのですぐ飲みたいっていう緊急時ではない限り、はいはい、うんうんうん、できる限りパンでもゼリーでもいいので、なんか口に入れた後にって感じ、ね、はい、軽く食事をとってお飲みになっていただきたいなと思います。そうか、すぐ熱出てすぐ飲んだら、はい、逆にも今度は胃がやられたりするんだ、ね、はい、うん、たまに飲んですぐムカムカしたりする方も、うん、なるほど、はい、いるかなと思いますね、はいはいはい、ちなみに、うん、食後じゃない食前っていうのもありますね、はい、食前とか食感、はい、食感 もありますね。そうですね、食後2時間後に飲むっていう、うん、あれ一番忘れそうな気がするんだ。あ、そうですね、一番忘れます。でも、うん、漢方薬とかよくあれありますよ、ね、食感っていう指示があって、うんうんうん、でもこういう指示が病院ではたくさん出ることがあって、はいはい、うんうん、で今言っていただいた食前と食直前、うんうん、直前もう、あ、直前、はい、ご飯を準備して飲んでからご飯をすぐ食べるっていう、すぐ食べる、はい、なるほど。逆に食直後、うん、ご飯を食べ終わったらすぐ飲む、すぐ飲んでいただく。じゃあもうこれあれだね、ご飯と一緒に置いてた方がいいね、はい、そうですね、おかずじゃないけど、はい、もうごちそうさまする前に飲んでいただいたりっていう、前菜じゃないけどね、はい、前菜、そうですね、そんな感じじゃない、ね、はい、前で飲むのは前菜とか食後とか、ね、そうなんですよ、一緒にもう準備してた方がいいね、はい、一緒に準備していただいて飲んでいただく、うん、お薬もありますし、あとはこういう食事を食べずに、うんうん、なので空腹時、すきっ腹の時に飲んでいただくっていう飲み方も、飲み方も、はい、うん、ありますね、空腹時の、はい、で空腹時で飲まないと、うんうんうん、お薬の効果が減ったり、うんうんうん、逆に強くなってしまうこともあるので、うん、注意が必要で、やっぱりちゃんと書かれてるのを読んで、はい、そうですね、このように飲んでねっていうのを、はい、説明した通りに、うん、はい、飲んでいただく必要がありますね、はいはい、うん、なるほどね、はい、うん、はいはい、で糖尿病のお薬とかは、うん、
直前に飲まないと期待した効果が得られないこともありますので、うんうんうん、食前もあったりする、はい、そうですね、食前食、やっぱりそれぞれの人によって違うんですね、はい、そうですね、うん、その人の状態というか、はい、状態でお薬も出すものが変わってきて、うんうん、用法も変わってくることがありますので、はいはいはい、同じ、ね、あの病気でも違う、はい、それぞれそうですね、うん、なのでしっかり説明聞いていただければいいかなと思います。はいはい、わかりました。あとあのあれですかね、あの薬ね、あのお子さんにも飲ませることもあると思うんですけど、はい、まあ、そういった場合どんなふうに飲ませるのかなっていうね。あ、そうですね、うん、よく親御さんからこう質問があって、うん、お子さんがいらっしゃる場合はお薬を飲んでほしくて、うんうんうん、甘いものと一緒に飲ませたりっていう工夫することがあると思うんですけど、うんうんうん、苦いからね。そうなんですよ、苦いですよね。自分も小さい時はいやいやしてて大変だったんですけど、まあ、そういう甘いね、ジュースとか、はい、あ、そうなんですよ、甘いので。ただお薬によってはオレンジジュースとかこういうポカリとかアクエリアスなどのスポーツドリンクと混ぜてしまうと、あのお薬甘くするためにコーティングされてるんですけど、そのコーティングが外れてしまって剥がれてしまって余計に苦くなって、はい、お子さんがイヤイヤすることがあるので、逆効果の場合もあるんだ。そうなんですよ、甘いのと、はい、なるほど。なので気をつけていただきたいので、そういうなので水以外のもので飲ませたいという工夫が必要だなと思うときは、薬剤師があのたくさん情報を持っているので、あの薬剤師の方に相談してほしいなと思います。こんな時にこれでこのジュースで飲ませていいとか聞いてもらったら、そうですね、子供嫌がるんだよねっていうときはまた薬剤師にね情報があるので聞いてもらって、いろいろお試ししてあの情報収集しているので、うんうん、なるほど、はい、相談してほしいです。そうか、そういった一定リサーチみたいなのもやってるんだ。あ、そうですね、うん、はい、この時は苦くなるとか、はい、これしたら飲みやすいよとか、はい、うん、なるほど、はい、意外とたくさん、うん、もうたくさんの飲み物で実験して、うん、実験、そうです、はいはい、お試ししてるので、お試ししてる、うん、はい、なるほどね。そしたらあのそういった患者さんにもちゃんと対応できると、はい、はいはい、そうですね、わかりました。はい、はい、いろいろと、ね、勉強になりますね、本当に。あのそれでね、大人でもね、いろいろ飲むときに注意っていうのもあると思うんですけどね、はい、まあ、子どもに限らず、はい、そういったのもね、はい、うん、で知ってるんですかね。メーカーさんとかのホームページでも、うんうん、基本は水で飲んでくださいっていう推奨があって、ただお水でも海外から輸入されたようなミネラルウォーターと香水に、硬い水ね、はい、硬水、そうですね、うん、分離されるようなお薬は、うんうんうん、あのミネラル物質とかが多すぎて、はいはい、お薬の吸収とかに影響が出ることが、水でもその影響あるんだね、はい、そうなんですよ、水でもさらに細かく言うと、うん、海外の水は影響が出るので、影響が出るんだ、避けてくださいっていうような、はいはい、推奨があります。吸収ができないとその人 の, その治療にはやっぱり影響してくるわけ、ね、はい、出ますね、うん、期待したより血圧が下がらなかったとか、うん、そういういろいろ問題がありますので、はいはいはい、輸入物 の, の水とか香水は避けた方がいいと、はいはい、そうですねはい、はい、これはやっぱり注意点だね、はい、うん、で、はいはい、他になんですけど、うん、感染症とか治療するときに抗生剤、うん、よく処方されると思うんですけど、はいはい、種類によっては牛乳と一緒に飲んだり、うんうん、あとは鉄剤とかを含むサプリメントと一緒に飲むと抗生剤の効果、あの吸収、はい、牛乳と飲んだらとか、そうですね、吸収が弱くなってしまって、うん、効果も弱くなってしまうことがあるので、こういう感染症の治療中は注意が必要となりますね、うんうん、はいはい、なるほど。そういった、はい、牛乳とか、まあ、鉄剤とか、はい、サプリか、こんなのも一緒にやっぱり飲まない方が、そうですね、やっぱ効果の上では、はい、そうかそうか、牛乳とかなんか一緒に飲みそうだよね。あ、多いと思います、うん、味をごまかすためにとか、うん、そういう目的もある、はいはいはい、なるほど、はいはいはい、引き続きですね、沖縄医療生協虹の色場をお届けします。ね、今いろいろ、ね、注意点とかもお話聞いたんですけど、ね、まあ、水、その海外の水とか香水は避けてねっていう話だったんですけど、
コーヒーとかね、はい、あのアルコールとか、はい、そういったので飲む人もいると思うんですけど、はい、僕もコーヒーで飲んだりとか、はい、あのトマトジュースで飲んだりとか目の前にある水分で飲んだりすることあるんで、もう目の前にあります。で、じゃあもうもちろんもうお酒はもう一緒に、うんうん、お薬と一緒に飲むのはもう絶対やめて、これはもう元気、はい、いただきたいですね。これはやらない方がいい、はい、その前に風邪薬、あ、コーヒーなんですけど、うんうん、風邪薬などの成分にカフェインが含まれていることがあるので、はいはい、そういう風邪薬とコーヒー一緒に飲んでしまうと、うん、カフェインの過剰摂取に、過剰摂取に、はい、なって、うん、こう頭痛が悪化してしまったり、 はい、あと急に胸がドキドキし始めたりすることがあるので、うん、あの注意してほしいです、はいはい、でアルコール、うんうん、お酒に関してはあの薬によってはもう控えてくださいっていう場合があるので、うんうんはいはい、注意してほしいのと、ただ薬によってはあの同時に飲むのは避けていただきたいんですけど、うんうん、お薬を飲んで間隔を空けていただいて、時間経って飲んでもいい薬もある、はい、そうですね、適量ですけど、うん、適量、はい、過度な飲酒じゃなくて適量でも、はい、大丈夫ですよっていうのもありますので、うんはいはい、じゃあ全く酒はダメっていうわけじゃなくて、まあ、一緒に飲むのは良くないけど、はいはい、時間経ってから、まあ、ちょっとあるんでいいよっていうのもあると、あ、そうですね、はい、適量ですけど、ね、適量これ適量からその人にとって、はい、一生が適量かもしれないし、はい、守ってほしいんですけど ね、一杯だけとか、うんはい、薬やっぱり効果が薄れる、はい、薄れますし、うんうん、強く出てしまってもしかしたら倒れてしまうとか、うんうん、ちょっと危険なこともありますので、ね、命にも関わる、あ、そうですね、うん、気をつけてほしい、怖いね、そういう時はもう先生とか薬剤師の方にお尋ねしてほしいなと思いますので、で、あと今回食べ物と薬の関係がテーマなので省いてるんですけど、タバコ、はいはい、あの喫煙されてる方もお薬に影響が、影響ある、はい、ありますので、なので飲酒されている方とタバコを吸われている方、喫煙してる方、ね、はい、そうですね、必ずあの先生の方と薬剤師の方に教えていただきたいなと思いますね。はいはい、そっか、はい、酒タバコ、まあ普段でもね、飲みすぎ食べすぎ、あ、飲みすぎあんまり良くないって言われてるけど、はい、それに薬が加えば、はい、さらにね、そうですね、大変なことになるかもしれないね、はい、危険性があります、うん、はいはい、ありがとうございます。あとあの薬飲むときに、はい、まあ、注意が必要な食べ物とかっていうのもありますか？そうですね、うん、さらに注意が必要なお薬もありまして、うんうん、はいはい、お薬と同時に摂取するときだけではなくて、の種類によっては一緒に飲まなくてもそのお薬を飲み続けるっていう間は避けないといけないものがあります。 あるんですね、はい、で例えばなんですけど、一部の血圧のお薬なんですけど、グレープフルーツを避けてくださいっていう、グレープフルーツは良くないと、はい、一緒に飲むのは良くないと、そうですね、このグレープフルーツに含まれる成分が腸の中でお薬の分解を抑制して、でお薬が通常より多く吸収されてしまって血圧を下げる働きが強く出てふらついたり、今度は下げすぎる、そうですね、ふらついてしまったりめまいを起こして、で最悪ちょっと転んでしまって怪我してしまうっていう二次的な災害とかも起きてしまうことが、血圧も下がった上で、はい、転んで怪我までしたらもうちょっと大変です、はい、大変です、なので注意が必要ですね、はいはい、グレープフルーツね、はい、他にもありましたっけ、あ、そうですね、とこのグレープフルーツの柑橘系で、はいはい、じゃレモンとみかんは、レモンとかみかんとかね、はい、柑橘系いろいろシークワーサーとかも、はい、いろいろあると思うんですけ ど、すみません、シークワーサーはすみませんがちょっと情報がないんでそうか、まだお試しの段階っていう感じ、まあ、実験してシークワーサー、はい、あの沖縄はさ結構あるからさ、はい、これやった方がいいよ、そうですよね、大事ですね大事、はい、柑橘系の中で、はい、ちょっと調べてみたいなと思いますこれ研究課題ね、はい、そうですねあのシークワーサーのさ原液とか、はい、あのよく薄めて、はい、
飲んだらそれも、ね、味付けないで、うん、結構おいしいおいしさ炭酸に入れたりとか、おいしいですね、うん、あとはサラダとかにかける方もいると思うので、そうそうそう、ちょっとシェイクワーサーは調べた方がいいかもしれない、はい、そうですね、今後の大事な課題ですね、はい、お願いします、はい、であとあそうそうそう、レモンとかもあると思うんですよ、うん、レモンは影響ないので大丈夫ですっていうお話があって、うんうん、あレモンは大丈夫かんですけど、はい、問題ないっていうことで、はいはい、でただみかんが、うんうん、あの少し厄介かなと思うんですけど、はいはい、みかんはあの店頭とかによく並んでる温州みかん、うんうんうん、はい、とかは問題ないですけど、うんうん、夏みかん、はいはい、沖縄夏みかん、沖縄あるかな、県外とかからよく、まあね、はい、持ってこせるかなってきたりとかですかね、うん、こういう夏みかんとか作ってはいないと思うんだけど、分かんないけど、はい、うん、この夏みかんは影響があるので避ける必要があります、ね、そうか、みかんでもいろいろ種類があって、はい、その種類の中でも避けた方がいいっていうのもあるんですね、はい、そうですね、はい、なのでこう柑橘系をよく好んで食べてる方で、こう血圧の薬など飲まれてる方は、あの薬剤師の方に一度相談してみていいかな、みかん好きよっていう人は聞いてもらって、はい、はい、そうですね、レモンは大丈夫と、はい、うん、レモンは大丈夫です、なるほどみかんね、我が家もあれよ、はい、みかんあのもう本当に一箱もさ、おうおう、5人家族だけどさ、はい、もう少なくなる甘くて美味しいですもんね、もうずっと食べてるまあそうですね、まあ、みかんね、そういったように気をつけてほしいということですね、はいはい、あとはあれですかね、他にも薬ありますかね、あ、うん、そうですね、他にはあの血液の塊を防ぐワルファリンというお薬があるんですけど、はいはい、そのお薬を飲まれている患者さんは、うん、このビタミン K が含まれる商品は食べないでくださいということで、うん、そういうビタミン K の食品、ビタミン K、はい、うん、納豆とか、あ、納豆、はい、あとは健康食品の青汁クロレラとかもあるんですけど、はい、そういう食品は避けてくださいねって、はい、うん、注意してます、まあ、僕はもう納豆嫌いだから避けてるけど、あ、避けてますかなら大丈夫かなと思いますね、まあ、そういう薬は飲んではいないけどね、わ、はい、はい、かりました、はい、じゃあそういった納豆とかね、青汁とかはまあ、はい、そういったあの避けた方がいいというところなんですね、はい、はい、うん、はいはい、ありがとうございます。健康づくり委員会からのお知らせです。沖縄医療生協では日頃の生活習慣を見直し、日常生活の中で健康づくり活動を継続していくために、毎年8月から10月に健康チャレンジを取り組んでいます。どなたでも気軽に参加できるコースとなっていますので、友達や家族と一緒に参加してみませんか。お問い合わせは098-850-9004にお電話ください。また沖縄医療生協ホームページでもお知らせしていますのでご覧ください。皆さんのご参加お待ちしています。はい、引き続きですね、沖縄医療生協虹の広場をお届けします。金城さんにね、まあ、最後に一言何かあればお願いしたいんですけど、はい、はい、そうですね、お薬なんですけど、はいはい、使い方を守っていただければ、うん、皆さんの体を助けることができますが、間違った飲み方をしてしまうと、はい、体に悪影響を与えてしまうことがあります、はいはい、なのであれ書かれた通りにね、そうですね、やってほしいと、はい、で特に今回お話しさせていただいたお薬と食事は密に関係していることは覚えていただきたいなと思います。大事ね、はい、大事ですね、うん、であと最後にラジオのお聞きの皆様や、はいはい、その家族、うん、あとはお知り合いの方に広めていただきたいなと思うのは、うん、はいはい、お薬手帳、お薬手帳、はい、うん、ありますよね、お薬手帳ね、はいはい、こちらを持ち歩いていただくようにお願いしたいなと思います。お薬手帳なんですけど、はいはい、本人の身長、うんうん、身長、はい、体重、体重でアレルギーなどの情報 と、はいはい、情報とか、うん、あとお薬手帳の種類によっては嗜好品を書いていただく一覧があるので、はいはい、うん、そういう情報とあと毎回処方されたお薬の内容を記載して保管していただくことで、うんうん、お薬同士の
飲み合わせと食事の影響、影響とか、はい、確認しやすくなりますので、はい、悪影響を未然に防ぐことができるので、お薬手帳を持ち歩いていただきたいなと思います。なるほどね。僕ね、はい、お薬手帳めんどくさくてさそうですねちょっと荷物かなと思うんですけど、なかなかね、はい、難しいって言ったらあれだけど、はい、まあこまめに、こまめにというか、はい、そんなに時間はかからないはずなんだけど、そうです、ね、やってた方がいいと、はい、ちょっとシールもらって、はい、あとは最近スマホとかでも管理できるアプリとかも、はい、なってるかなと思うので、うん、できればお薬手帳は持っていてほしいなと思います、はいはい、で災害がもし起きてしまった時に、はい、あのお薬手帳のおかげで、はい、あ、なるほど、命を助けることが、この人の症をどんな風にされてるかというのが分かるから、そうですね、処置がしやすくなるので、こういう災害とかに向けても、うん、あのぜひお薬手帳持ってた方がいいと、はい、持っていただきたいなと思っています、うん、はいはい、なるほどね、うん、はい、分かりました。ちょっと僕ももっとお茶にしよう、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます、はい、今日はね、あの薬剤師の、金城さんにお話を伺いました、それでは皆さん、沖縄医療生協虹の色場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。